続いてあいつこんなこと言ってましたリターンズ。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画です。ね、ラジオのペケミニ有吉さん、水平リーベを焼き尽くす僕の船こと加山雄三の独裁野郎が以前 JFN でやっていた加山雄三プレミアムステージにてこんな恐ろしいことを言ってやがりました。いやー、僕は別にゲーム好きってわけじゃないんだけど、バイオハザードが好きだね。1作目から5作目まで全てプレイしてるんだよ。一作目なんかナイフ一本でクリアできるしね。前作かなりやり込んだんだよ。好きな武器は地雷だね。あれを一つずつ置いていくと追ってくる敵がどんどん吹き飛ぶんだよ。最高だね。あとはショットガンがいいね。遠くにいるやつはロケットランチャーでガンガン倒すんだけど、いきなり背後から近づかれたらショットガンに限るよ。おい、加山お前、甲信丸から降りても無敵かよ。ナチュラルボーンキラーかよ。なんでお前は争うことをやめないんだ。一体いつになったらこの殺戮は終わるんだ。教えてくれ、お前の血は何色だ。答えろ、加山加山そういうことなんですよ。ゲームの話、めちゃくちゃ恐ろしいんですよ。ゲームの話ですけど、バイオハザード降りても最強。どうしたらいいんだろうな。だから俺が純粋培養しているゾンビじゃもう倒せないってことなのよ。俺が山野教授と共同開発しているそのゾンビがいるんだけど、はいはいはい、マシの皮を培養してゾンビを作り出したんだけどね。作ったんですね。それじゃちょっと無理かもしれないな。バイオハザードのゾンビでも倒せないぐらいですよね。ラジオネーム三平、あげとこ今のね。あ、有吉さん、リリコの次にブスなハーフタレント道端アンジェリカさんが大人気マンネリ番組ごきげんように出演をし、これだけは理解してほしい話としてこんなことを言ってやがりました。中学時代にずっと好きだった先輩がいたんですけど、体育や音楽の授業で教室を離れるたび先輩の教室に忍び込んで彼のブレザーを着たり匂いを嗅いだりしてました。わかる、お前の意見に共感したことなんざ一回もねえけど、これだけはわかるわ。テレビじゃ言えないだろうけど、どうせ先輩のジャージを裏返して股間部分に乳首擦りつけてた口だろ。わかるわ。そこまで。俺なんか好きな女子のリコーダーをアリの戸あたりにしっかり挟んだよ。両手にはめた上履きで血が出るまでチンコ擦り上げてたもんな。有吉さん、こいつ多分悪いやつじゃねえっすわ。そうだな。ねえっすわ。そうですか。道端アンジェリカさんもそうでしたか。うん、いいやつかもな。女性でもするんですね、そういうこと。ラジオネームチェーンギャング。有吉さん、ポコチンでおなじみ、板野友美さんが、アメージングスパイダーマン2の DVD& ブルーレイ発売記念イベントに出席をし、この発言をしたことで、あちこちで非難が殺到しているようです。できるならハリウッドの映画に、なんて、スパイダーマンの英語がちょっと分かってきたので。板野さん、ハリウッド映画に出る気満々ですね。突然ですが、適材適所という言葉ご存知でしょうか。適材適所とは、人の能力、特性などを正しく評価して、ふさわしい仕事につけること。つまり、こういうことです。アンジェリーナ・ジョリー、カリフォルニア州ロサンゼルス出身。板野友美、神奈川県出身。アンジェリーナ・ジョリー、身長170センチ。板野友美、154センチ。アンジェリーナ・ジョリー、代表作、トゥームレイダー。板野友美代表作、伊藤洋華堂。板野さん、ハリウッドに行くなら、頑張ってください。学位しかないな。いや、応援してるんじゃない、応援してるんですか、一応ね。ラジオネーム、ゴモラ。有吉さん、オスを食い尽くすメスのカマキリこと、
江角真紀子の野郎が元マネージャーに命令をして長嶋一茂の家の壁にバカ息子などと落書きをさせたことが週刊文春で報道されてました。おい一茂、てめえに一つだけ聞きたいことがある。セコムしてますか？いやーやばい。あーいやーまずい。うわこれはてっきり江角さんの江角さんに何か一言あるんかと思ったら一茂さんにエンジェルあげときましょう。素晴らしい。これはすごい。いやいやいや今のはやりました。今な強烈でしたね久々に。強烈。いやーラジオネームどうしようかな。不要義務。有吉さん、恵比寿吉和の親友東尾修くんが歌手の小川淳子さんとの協定デートの一部始終を週刊誌にすっぱ抜かれてやがりました。おい賭け麻雀だけじゃ飽き足らず人妻の内股をチンコでえぐろうとしてやがるのかよこのエロトンビはよ。ちょっとは家族の迷惑も考えろよ。64歳にもなってこんなことをしでかしたのは年寄りの冷水でしたって言って氷水をかぶって謝罪しろ。募金も忘れるんじゃねえぞバカタレ。募金もね東尾さんとはね、はい、東尾トンビというふうに呼びますね。トン、あトンビという通称トンビ。そうなんですか。そうですね、はい、ラジオネーム川柳。24時間テレビで長野県に来ていた芸人をご紹介いたします。お、はい、今日ですね、はい、今日24時間テレビで長野県に来ていたゲストです、はい、キングコング、うん、西岡澄子、うん、フルーツポンチ、うん、クールポコ、うん、ジョイマン、うん、ムーディー勝山、うん、岡本真理。懐かしい芸人ばっかじゃねえか。そして岡本真理久々に見たわ。まだ芸人だったのかよ。隣にいたよくわかんねえアイドルと見分けつかなかったわ。行くんですみんな地方にね、いろいろいろんな地方で、はい、やるんです。ラジオのチェーンギャング。有吉さん、俺の青春時代のオナペットこと優香のシワクチャババアが虎ノ門ヒルズで行われたイベントでこんなことを言っていました。休日は一人でいることが多いですね。家でゲームをしてます。テレビを見て笑って泣いて過ごしてます。買い物は一人でブラブラやってます。おい乳牛。俺らゲスナーと大して変わらないじゃねえか。いや家にゲーム機があったり買い物行けるお金があるだけ優香の方がマシだな。俺なんか3年前にパチンコ CR 変なおじさんで20万円負けてから外に出れなくなっちゃったんだ。飯もろくに食えないからケンちゃんラーメンで細々と胃を満たし、子供の頃に買ってもらった PC エンジンのカトちゃんケンちゃんしかゲームはできないしさ。でも優香も彼氏がいないなら俺と付き合おうよ。付き合ってくれないならストーカーしちゃうよ。ほらほら優香後ろ。志村さんと関係ないだろ。ラーどうしようかな。ラジオネーム、おーあっちの方は一刀流。有吉さん、本日行われている24時間テレビによって改め24時間テレビ、はい、改めて改めてチャリティや人間関係の大切さについて考えさせられている今日この頃ですが、うん、このタイミングで悲しいニュース飛び込んできました、うん、友達なら当たり前でおなじみラモス・ルイ監督が有名人の間で流行し、うん、もうこれ違うな。友達なら当たり前はだってあの人ですもん。アルシンドだからね、読むのやめます。ね、一旦ブレイクします、はい。